東京スカイツリーに隣接し、来年5月にオープンする予定の大規模複合施設の一部が、今日報道陣に公開されました。来年5月に開業予定の東京スカイツリーの足元では、現在大型商業施設や高層オフィスビルなどの建設が進んでいます。今日公開されたのは、スカイツリーの東側にそびえ立つ地上31階建ての東京スカイツリーイーストタワー。29階まではショッピングやオフィスフロア、30階と31階はレストランフロアになる予定で、スカイツリーを間近に見ながら食事を楽しむことができます。こちらが31階、地上およそ140メートルからの展望です。目の前にはスカイツリーがあり、第一展望台もすぐそこにあります。そして遠くには新宿の街並みや東京タワー、そして条件が良ければ富士山もしっかりと見えるということです。大型ガラスを用いた31階からは都心の街並みを一望できるほか、天井の窓からスカイツリーの先端を眺めることができます。イーストタワーはスカイツリーや周辺施設、それに押上駅とも直結。30階には無料展望台も設けられる予定で、スカイツリーと合わせて新たな観光スポットとなりそうです。